石原明の経営のヒントプラス第107回を40代事務職の方の質問です。はい、会社が成功するか失敗するかは少なく見積もっても90%は経営トップで決まってしまうという人もいます。ビジョンとか戦略という観点からするとそれくらい影響を持っているということを言っているのだと思いますが、石原先生はどう思われますか？考え方によっては本当に正しいです。100%、そういう話で言うと、辞めるか別の仕事をする、それか自分で起業するか、今あるところで何かするっていうことなんだけど、やってみるのに一番いいのは今ある組織の中で自分何かを変えればいいよね。まずやっぱりそこですよね。最初はだって組織の成功は少なくともトップで決まるんでしょ。だこの人が主任だったら主任の下に3人組織がいたら自分の組織じゃんか。そこをまず組織って考えちゃうわけです。そう、課長だったら何人部下いるのって5、6人いますだったら5、6人の部下のトップじゃん。で部長だったら20人いますって言ったら20人のトップじゃんか。だいたいこういう人って上を変えようとするんですよ、会社全体を。まあ変わんない、死んでも変わんないっていうか、どうやって考えるかっていうと、上に事実としての刺激を与えて、結果として、上が変わるか自分がポストを上げていくかってどっちかしらない。なるほど。刺激を与えるっていうのは、その自分がある意味トップになっている組織として何かを見せられるものを作るみたいな、そういうことですか、ね、で、まあトップになってないって言ったら、自分しかいませんだったら、まずは自分が認められて部下を持つとかスタートすればいいから、自分が自分の社長みたいな。だから例えば会社っていうのはどうせ社長がやってるから変わんないよねって思うこと自体が結構大変で、実はどこからでも会社を変えられるよね。問題はそれを自分が、あ、こっからスタートなんだって考えて、部下がいないんだったら部下持つとこからでしょ。で、部下ができたらその部下を変えて、自分がまとめてるところが明らかに成果を上げればいいんです。だって主任が5人いて一番優秀な主任だったら課長行くじゃないですか、課長が3人いて一番優秀だったら部長行くじゃないですか。そのうちだんだん経営者に近くなるから、ちょっとどいてって言えばいいんだ明らかにだって人がついてくるとか、顔色見てれば分かるじゃん。その人認めてるか認めてないかによって、部長って言ったり言わなかったりするじゃん、何々さんさってのと何々部長さって、あれって下から見た時の評価を物語ってるじゃん、必ず役職で呼ばれない人とかさ、それってやっぱり分かるので、その時気をつけないといけないのは、嫉妬されちゃうから手を立てながら上に上がっていくみたいな、もう社長尊敬してます大好きですって言いながら、嫉妬されないような手を打ちながら外されないようにしながら上に上がっていけば変わると思う。今回に関わらず、嫉妬されないとか敵を作らないっていうことはやっぱり重視されてますよね。その人から見ると自分が分かんないことをやって組織がまとまったり、成果上がったりすると恐怖以外の何もでもないんだね。経営者って面白くて、みんなが成長したらいいなと思ってるんだけど、自分以上には成長しないでねみたいな変な潜在意識持ってるから気をつけた方がいいかもしれないけどね。社内で何かするというか自分が変わっていくっていうところにフォーカスしましたけども、仮にある程度もう上の方にいるんだけど、やっぱりどうしても難しいなって思う人もきっと中にはいると思うんですけど、会社に、見切りをつけるって言い方がいいか分かんないですけどターニングポイントというか、やること一緒、やること一緒が頑張るじゃん。仕事大きく分けて自分で頑張るか人を動かすかっていう、大きく分けて2つで、自分で頑張るって言ったらスペシャリストになればいいんだね。そうですね、スペシャルな仕事で3倍も5倍も評価受けちゃえば楽しくなるじゃん、それを通して会社の何かの部分が変わる、そこに満足度を持つかっていうのと、あともう一個は人を動かすっていう能力を身につけて組織として集団を動かせるかっていうのがすごく面白いでしょ、彼の場合は組織で人を動かした方がいいと思うんだけど、それをどんどん頑張ってやっていって認められてあるポストに行って上がっていくか、嫉妬されてお前なんかいらないって言われたら、多分それ見てる人がいるから、だからもういやもうすぐうちに来て、もうやりたいのやってって言われるかでしょ、だからそういうふうにやったらかなり面白いと思いますけどね。どっちの選択なんでね、スペシャリストなのか、ラインって言うんですけど、役職に上がって組織を動かせるかっていうのはね、役職者っていうのは何が重要かって言ったら何もしないで組織が動くことなんでね、よく飲食店なんかうちの店長何もしてないんですって、優秀だよねって話、微妙だけどねもう店長自らコップ運んでますみたいなことやると、あ、これ組織全然ダメだなみたいなことなんだけど、ってことは自分が動かないで組織を動かすっていうことでしょ、この人なんかそういうことをやって上に成果を上げていけば上に上がっちゃうから、動かす組織がどんどん大きくなるから面白いと思いますよね。今日も深いですね。この言葉だけを捉えて、私もその 90% の経営トップで決まってしまうってなっちゃうと、じゃあそうじゃないとダメかなって思っちゃいますけど、いかなるポジションにいたとしても、やっぱり道はあるってことですね。今どこの会社でも道いっぱいあるよ。同族会社とか行ったってもう無理だもん。ただ能力のある人にしか仕事をさせられないって感じになるでしょ、そしたらどうせ無理だもんなとか言って腐ってるよりも、自分が影響を及ぼせる範囲の中で変えればよくて、で成果上げちゃったらその成果は将来もね、明らかなことでしょ、そうするといろんなものが回ってくるんじゃないのかな、影響を及ぼ
汚せる範囲でいいので、まず結果を出すと。そうすると確実に変わりますよね。あの人の批判ばっかりしてるから、こうだ、ああだとかさ、はい、世の中全体が硬直化してる構図ってそれでしょ、はいはい、でいいから自分の範囲のことやればって言ったら、上に上がってくんだよな。あの、社会って平和な時は活躍しようがないんだよ。うん、例えば坂本龍馬が平穏無事な時代にいたら、はい、ただのおっさんだったかもしれないってあるんでしょ、あれ。いや確かにそうですね。吉田松陰だってただの塾のおっちゃんで終わりですよね、はい、解決できなくて、はい、どうしようもないと解決できる人のとこまで仕事が来るわけ。そうすると育ちとか役職とか関係なく実行力を伴ってやってくれる人が出てくる以外ないんじゃない、はい、困れちゃうからみたいな。なんとなく今って全ての組織とか、まあ、会社とか社会の仕組み自体がどうしたらいいのよと、はい、責任取ってやろうとか思う人がいないから、はい、その人が出てきたらリーダーシップ取っちゃうんじゃないかなと思うんだよね、うんうん、まあ、だからこそ、そのこれまで歴史の中でそういう時代こそ出てくるわけですよね。そうだから、こんだけ責任感がない人たちがたくさん出てくると変革しやすくなるんじゃないの。大変な加速が来てるからちょっと待てと、はい、お前いいよ、俺やるよみたいな人が出てくる可能性もあるでしょ、うん、会社もそうですよね。そんな感じがします、うん、ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。